北方領土の元島民らによるビザなし渡航について、政府は今年度予定されていたすべての訪問を中止とする方向で調整していることが分かりました。今年のビザなし渡航は、元島民らがロシア人島民と交流するビザなし交流が9回、ふるさとを訪れる自由訪問が7回、また墓参が3回の合わせて19回が計画されていました。しかし新型コロナの感染が拡大する中、ロシア側との交渉が進まず、すでに今月末までの13回分の中止が決まっていて、残る来月実施分についても政府は実施が困難と判断したものとみられます。ビザなし渡航の全面中止が決定すれば2年連続となります。政府は元島民らからの要望が強い四島周辺の洋上から船で墓参を行う洋上慰霊の実施を視野にロシア側との交渉を進める方針です。